が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜151年、風を落とした窓。今日は、本庄ホルモンから放送しています。で、それまでここに MC の松田さんがいたんですけど、今、すみません、ぜひお願いします。今ですね、本庄ホルモンは、このお店の中でも浜松鳥を聞きながら放送しております。秋葉町にある、椿直さんがオーナーを務める浜松鳥でお送りします。会場を通じて、大桟橋スタジオと津波が2件ついているので、少しあの画像などお伝えかもしれませんが、お願いします。今ちょうど お客様の皆さん、来ています。ました。はい。今日はこんな感じで、本庄ホルモンからお送りします。オープニングの映像は、この番組の、ディレクター、皆川さんが、今日撮影してきました山下公園の映像から始まりました。今、撮影は、サービス付きだそうです。さっきの映像はすっごい満開な感じだったんですけれども、満開な心だけをピンポイントで美しく撮影してきましたので、こんな感じに仕上がりました。桜山にこれは今週末から、来週のぐらいでしょうか。山下公園、その他たくさん桜の綺麗なポイントで、今桜まつりも開催されています。中田さんが本当に忙しくなってしまったので、私の方から行ってみたいと思います。お花見シーズン到来なので、取り下げるんです。の話は皆さん大丈夫ですか？桜も心配だったんですが、つぼみのまま何とか飲み進めて、なと思います。桜といえば、お花見ですよね。はい、私も今お花見じゃないけど、よろしくお願いします。感染が良くないです。私も感染が良くないです。ちょっと喋ってていい、はい、ちょっと喋ってていいと言われましたので、ちょっとずつですね、一緒になったら、いろいろ忙しいから今、私の方から、はい、情報はまず一つ目、こちら、桜
さくらクラス開催中です。フォーラム南大田、京急南大田駅から歩いたのフォーラム南大田のメルカフで、さくらクラス、開催中です。4月8日まで11時から10時まで。メスバーさんとスープがすごく美味しなカフェなんですけど、そこらのおやつなどスイーツなどサクラティーなどを用意して、私も今週末でもご用意しました。サクラティーというのはですね、のメスカフェの窓から見える桜が超綺麗、そちらを見ながら食べ物飲みましょう、スープを飲みましょうということで、桜クラスです。この桜も今週末から始まります。で、桜といえば、大岡川の桜も今週末から見頃ということで、私は土曜日だいぶ寝ないです桜を見ながら大岡川に船出をしました。そこから音楽ライブをしています。大岡川の桜マスクもぜひお聞きください。私も楽しみにします。一回ですね、桜の話を、さっき送りメールコーナーが出たんで、桜の話をですね、どんなやつだったのかを、そっちの大田橋のスタジオに実際お返ししますんで、そちらの方から貸してお願いします。お願いします。はい、こちら、大田橋スタジオの方に、帰ってきました。こちら、今日のですね、ゲスト、まあなんかレギュラーに近いですけども、佐藤さんです。よろしくお願いします。今日ですね、先ほどムービー、見ていただきましたけど、桜結構咲いてるのは咲いてたんですが、ね、映像はね、満開のやつだけをちょっと撮ってきたんで、一部なんだ。一部実際は咲いてないやつっていうか、普通の桜は本当にもう開花したばっかりみたいな、昨日開花した感じで、全然これか本当に満開になるのはこれからっていう感じなので、2週間ぐらい遅いですね。そうですね、なのでちょっとオープニングのムービーでびっくりしちゃった方はまだまだ全然安心していただいて結構ですので、今週末から多分来週も OK なんじゃないかなって感じですよね。ね、そうでしょうね、僕らも来週の末にお花見やるんで、いいですね、さて、で佐藤さんというと、はい、やっぱここに出てきたということは、はい、もちろん、花見ではなく何でしょうね、花見イベントお花見イベントでしょうか。お花見やりたいですけどね、お花見もいいんですが、こちらを、実は、今日はこちらボーンと、はい、料理婚ですね、はい、これもう第2弾ということで、ですね、もう先月でしたっけ、先々月か、ですね、2月ですね、2月にやって、でなんか随分立派なページが出来上がってますが、はい、はい、作っていただきました。はい、これは佐藤さんが作ったっ、私じゃないです、どんな技はできません。なるほど、これは4月11日、はい、ということで、そうですね、水曜日、平日ですが、はいはいはい、前回も平日だったんですね。なるほど、これはあれなんですか、何か前回に比べてちょっとおすすめとか、おすすめはですね、はい、前回は普通に厨房で料理、はいはい、っていうことで鍋を振ってもらったりとか、料理を作ったんですよ ね、 そうですね、はい、もうガチに料理っていうことだったんですけど、やっぱみんながその鍋を使えない、包丁使えない、見てるだけっていう人も多かったので、なるべく今回はね、全員の人に参加してもらいたいということで、餃子の皮包みをやってもらおうと。なるほど、餃子のあれですよね、餃子ってみんな多分でも
お家とかでやったことあると思うんですが、うん、最近はみんなね、作られたやつを食べてるので、なるほど、やってないと思うんですよね、はあ、意外とはやったくない人はやりたいっていう人が多くて、なるほど、まあ、家でやってた方も自己流でしょうから、うんうん、ぜひね、中華街の本当のプロの、そう、プロの、うん、盗んでいってもらうっていう、盗んでいってもらいますね、いいですね、はい、さてこの慶華楼っていうお店がね、はい、水餃子を売りにしてるんですよ、はいはいはい、はい、お店のご紹介の方行ってみましょうか、はい、北京ダックとか書いちゃったりしてますけどね、うん、はいはいはい、実を言うと北京ダックは高いので、あ、はいはい、水餃子が一押しですよと言ってますので、はいはい、ちょっと多分これ予想出てるの見て、あ、出てんのっていう連絡じゃないですかかもしれないですね。これ慶華楼さん、こちら中華街の本当真ん中あたりにあるお店、あ、違う、これ禅西門、禅林門のすぐ近くですね。禅林門のすぐ近く、はい、ということで、結構あれですね、大きなお店ですよね、慶華楼さん、大きいというか地下にある店なので、あ、そうなんですか、はい、ちょっと大通りからは分かりづらいかもしれませんけどね。あ、そういう感じなんですね。今ちょっと、我々が映ってるので見えないのでちょっと消します。はい、慶華楼さん、はい、ここですね。ちょっと中華街のよいしょ、この一番下にちょろっと見えるのが石川町で、そうですね、石川町からそのまま、これ道なりに吉浜橋を渡って、ずっとまっすぐですね、ずっとまっすぐ行ったところの門を入ったところというところですね。そうですね、位置的にはかなり分かりやすいんですが、入り口がちょっと分かりにくいということで、うんうん、集合場所はどこなんですか。場所ですか。集合場所、あ、集合場所は現地、あ、じゃあちょっと調べておかないと。そうですね、なかなか難しいですね、まあ、当日は入り口に誰か、入り口に看板立てておきますので分かりやすいということで、はい、で、これハマコン会場、これなんですが、ハマコン自体、ハマコンじゃない、料理コンですね、料理コン、はい、ハマコンは別の団体ですやばいですやばいです、危ないですよ、危ない。これ前回あった時の料理コンどうだったんでしょう。あ、非常に評判良くてですね、まあ、厨房を見れたっていうことが一つ、プロの厨房が見れたっていうことですごく喜んでいただいて、なおのこと鍋使えたとか、で最後には料理食えて増えて、で、ね、合コンもできて、非常に喜んでいただきましたよ。一応これコンってついてますから気になるのは、やはりそのカップル成立できたのでしょうね。できたのでしょうね。そこが一番大切みたいな。まあ他のね、ハマコンさんとかはね、なんかこうカップル成立率っていうのどうしてるか分かんないですけど、はい、僕らの時はまあその日1回限りということで、はい、一応やったんですね、はいはい、カップリングみたいな、2組できまして、おお、はい、すごいじゃん。でその後のね、報告としてまた2組か3組ぐらいできたっていう話も聞いてます。なかなかやっぱでも料理、お料理を一緒に食べるたりなんかするとその人の素が結構ね分かったりしますからね。そうなんですよ。なかなか、いい感じかもしれないですね。これお申し込みはここのホームページから、ホームページから、はい、お申し込みフォームに行っていただいて、お申し込みはこちらというところがありますので、はい、ここを押していただければ。そうですね、ちょっと押してみましょうか。ピュッと、あ、これ別のページになっちゃうのか。これがそうですね、あ、フォームが出てくるんですね、はい、はい、ので、そのまんまお申し込みいただければというところで、はい、お申し込みいただければ、はい、いただいて振り込みですね、うん、お金を振り込んでいただいて、はいはいはい、参加できるという形です。あ、そうかそうか、はい、ちなみにお高いんでしょうっていうお約束のいや、高いという意見は未だないですね。いくらぐらい。男性5500円、女性が4000円です。4000円、はい、しかも中華料理の体験と、
その食事もできて、うん、その値段そうですよ、ね、なかなか、はい、とお得、逆に言うとお得ですよね、その値段でそんだけの体験ができる、そうですね、ことは、厨房を見せてくれるとこはそうそうないですよ、ないですよね、はい、そういう感じで、じゃあ4月の11日、11日、申し込み締め切りは、申し込み締め切りはですね、8月いっぱいまで、あ、ごめんなさい、8月じゃない、8日ですね、8日、8月の8日までに、4月の8日、ごめんなさい、混乱しました、4月の8日、4月の8日までに、はい、お申し込みをしていただければ、そうですね、まあ、振り込んでいただきたいんですけども、まあ、数の確認をそこでします。はい、あ、じゃあ、数の確認があるので、一応、お申し込みがその4月の8日そうです、ね、までということで、はいはい、いうことですので、ぜひですね、ちょっと油断している木村さんも、いかがでしょうか、いかがでしょうか。木村さん、木村さん飲んでる場合じゃないですよ。木村さん、はい、木村です、はい、ですね、返すということはちょっとタイムラッシュの返事が遅れましたが、おいしくいただいております。こちらに、こちらにもください。はい、なのですね、の通過街で、まあ、今流行ってるマスコンですよね、マスコンプラス料理教室っていう感じの10%台の餃子コーン、はい、だなと思って聞いてました。はい、ありがとうございます。壇上で顔を包みます。はい、はい、今ですね、ほどほどに今お店が忙しいと、楽しんでおります。私も今日はですね、友達と、一緒に飲み食べしながら参加をしている状態です。もう出来上がってるんじゃない？出来上がってないです。そんなことないです。ところで、はい、私、汗飲みたいんですよね。熊野灯台、4月1日、日曜日に、マリンタワーに、小泉さんが行って、熊野灯台の VTR をこの辺りでご覧ください。あ、ご覧ください。ちょっと待って。準備してなかった。油断してました。はい、はいはい、お料理が運んでいくところなので、こちらのナチュラさんが見えたり見えなかったりとかするところだと思います。今日も私はですね、ど根性セットをいただいてます。ここにあるホルモン煮込み、私の好きなのはピリ辛の塩と2種類ありますが、塩煮込みをいただきます。で、その料理は赤茎ほうれん草とルッコラのサラダ、その中山さんの、赤茎ほうれん草のサラダで、あとはですね、お手払い新規収納した辻さんのトマトの、サラダ、ノーガーレン、いただいています。見えますか？ちょっと位置が見えなかったので、どうやって見てたら、うまい子傾けるとですね、パソコンに見えますか？こんな感じでやっております。はい、そして、まあね、ここはですね、このビールはサントリーのモルツ、はい、こんなコーナーでそろそろ小泉さん、熊の灯台いけますでしょうか？まだ、はいはい、わかりました。はい、ちょっとお話ししてくれて、はい、お願いします。はい、熊の灯台っていうのは横浜の青年会議所の方々が市民大学を開きたいということを、そこから始まってるんですね。で、いわゆるマリンタワーって、まあ、灯台みたいにできるじゃないですか。あそこはまあ、明かりを出してるわけではないですけど、その
東大を、まあ、東京大学の東大とかでして、ここは浜の東大だったということで、あそこでオープニングイベントとして大、まあ、ずっと当たりの時とやっぱりこう、ね、質の電力を使ったら結構にならない、みんなで自転車をかけて、そうか、自転車のライトでそこをまあ、モニターをライトアップしというふうなことから始まった。何台くらいで？何台くらいでなので、全部で。8台ぐらい。8台ぐらいで浜松が。10台から周りにいた。で、その後に大手機械が。8台で、マリスターを大学とかするぐらいここなんですけど、そうすると、かなり危険して、で、同時にシャボン玉がどうかなって、最後に VTR 見ないとわからないんですけど、シャボン玉が。まもなくね、VTR が準備ができると思います。市民大学ということなんで、多分そこの浜田総代を舞台にして、いろんな講座とか、面白いイベントが、ね、開かれると思いますので、ぜひ浜田総代のウェブで検索していただければ出てくると思いますし、横浜の青年会議所の方から見ていただければ、多分見られてると思いますので、そちらの方を見られてもらっていただければと思います。はい、了解です。藤井さん、どうですか、サプログラムはいきそうですか？もう、はい、総代です。はい、タワーには乗ったことないんですが、はい、じゃあ行ってください、お願いします。シャボン玉が出てます、コフとシャボン玉。皆さんこんにちは。今日は浜の東大にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。今日はたくさんのチームの方々にエントリーをいただいて、発電大会ということで行いたいと思います。6月1日2日にリンクパークにて開講祭が行われます。来ていただいた方全員に笑顔で帰っていただけるよう頑張ってまいりますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今年もですね、晴れで花火が打ち上がるといいなと思いますね。さあ始まりました。よく聞けば音楽は負けないで。ぜひ皆さん、6月1日2日、今年は週末です。ぜひリンコパークの方にお越しください。そちらも聞きましょう。戦ったリーダー、現在シートいかがでございますか？改めて評価しよう。改めてと、はい、どんどん蓄電しないでしょうね。実は小田原で今練習してまして、それ終わって今駆けつけて危なく遅刻申し訳ございません。バスケットのプロチーム、今6位で、イースタンリーグ、BJ リーグ戦っております。6位まではプレーオフに行かれるということでですね、
みんな頑張ってますのでぜひ、皆さんも応援に、来ていただきたいと思います。4月13、14動画はちょっとBJリーグの方で、翌週金土、平塚アリーナということでございます。決勝はですね、有明コロシアムというところでありますので、そこまではぜひ、行きたいと思ってますので、ぜひ、皆さんの応援でその力で、頑張っていきたいと思います。今後とも横浜 B コルセアーズよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。早いですね、やっぱりね、瞬く間に数字が上がっていきます。皆さんには電光掲示で、蓄電の量を確認していただきます。横浜 B コルセアーズ24ワット稼いでいただきました。ありがとうございました。という形で、こんにちは、もう1チームありがとうございます。今日このような天気でこのような場に参加させていただきまして誠にありがとうございます。私どもですね、1986年に、ちょっとあまり大きい声じゃ言えないんですが、1993年に J リーグが始まる前の1986年に横浜中区本牧から立ち上がりました、NPO 法人総合型スポーツクラブの、横浜スポーツ&カルチャークラブ、通称 YSCC と言います。今日は私営業の吉野と、我々の愛する選手4名と参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今お話し、させていただきました。こちらの方は、ね、我々は2002年に NPO 法人化いたしまして、2008年に、文部科学省から総合型スポーツクラブということで認可を受けて、今自主自立運営で活動してまいります。活動しております。で、実は昨年の12月2日にですね、社会人の大会で日本一になりまして、ただいまありがとうございます、日本フットボールリーグ、JFL で、今季から参戦してまいりました。で、今日実はですね、三ツ沢の陸上競技場で、同じく昨年昇格組の静岡の藤枝麻由 C と、戦ってまいりまして、選手たちがですね、で4対1で見事勝利を飾り、ありがとうございます。現在昇格1年目で、上位との対決で2勝2敗今6位で、奮闘中でございます。皆さんどうかご声援のほどよろしくお願いいたします。では、その声援の今日お集まりいただいた4名の選手の皆さんにですね、自己紹介をお願いしたいと思います。神奈川県出身の浦田和弘です。ポジションはゴールキーパーです。応援よろしくお願いします。ゴールキーパーは背の高い、東京都出身の後藤翔です。ポジションはディフェンダーをやっております。よろしくお願いします。静岡県出身の吉野です。これはもうですからアマチュアなので、自分で仕事を持ちながら横浜市出身のイーグロ両立の自分で稼いで、でチケットを取ってっていうことで、もうなでしこと同じ。どうもありがとうございます。ということはあれですよね、確認ですけど、今日さっきまで試合をやっていたにもかかわらず来てくださったという、はい、どうも皆さんご参加ありがとうございます。これで J2 に昇格できると、ちょっと4点も入れて勝ったんですよ。皆さん大きな拍手を、プロペアよかったです。一流して、私も中区民でございまして、よく町の掲示板で拝見しますけど、生で会えてよかったです、ね、これを機会に皆さん応援しましょうね。よろしくお願いします。マイク入ってますよ、入ってますよ今。サッカーの皆さんといえばね、自転車を越えて電気を貯めるのは多分一番お任せしていいんじゃないかなと思いますんで、この早速ですが、ハマッコっていうところに、行きます、行くぞ。オリジナルを上げてますので、なるほど、ありがとうございます。しっかり見たい、知りませんでした。こちらの方をチェックしてみよう。まさにチーム運も自給自足、そして本日のライトアップも自給自足、参加したかった、紹介しましょう、NPO 法人横浜スポーツ&カルチャークラブ、レディーゴー。ちょっとさあ始まりました、シャボン玉の2分間でいいです、凄さをちょっと、2分間といえばキーパーのところから前線にボールを送り、チャリ好きとしては2、3回パスを出したらすぐシュート、見事ゴールが決まる、しかも音楽ついてるし、え、これバンドがいたんですか、これ。いや、これは BGM、 ものすごいスピードです、やっぱり今ね、これ BGM 言っちゃうと著作権に引っかかる、たまたま入っちゃったんですよ、すごい、このなんか画面が泡だらけになっちゃうぐらいすごいですね。あれ、まだ全然半分経ってないです、まだ半分経ってないです、まだ1本経ってないです、なんでだって今日4点入れましたからね。これね、ちょっと
してるんですよ。だんだんとヘタバってくる。残り30秒。シャボン玉のね、あのデータを見るとどれだけヘタバってるか分かりやすいね。よくわかる。でこれ肝心のライトはどうなったんですか。これあのまだまだあのこの後なんです。あ、この後、この第1回戦が終わった後のエキシビションマッチとしてプロのチームが来ていただきました。いやー、よく来ていただきました。ありがとうございました。終了でございます。本当にあのこのような機会を与えていただいて、あの皆様に感謝申し上げます。で、一つですね、あのこのような機会をいただいたので、我々のクラブのことをもう30秒だけお話しさせてください。はい、実は我々今先にすいません、我々後に来ちゃって申し訳ないんですが、コルセアさんみたいに我々はプロではありません。で、実は練習場所もなく、日々、週2回3回ですか、土のグラウンドで、夜彼らみんな昼間仕事をしてます。で、夜短い時間2時間ぐらいで練習をして、で、土曜日日曜日の試合で、そして彼らは我々のクラブは皆さんのクラブの会費からクラブが賄われております。で、彼らもみんなと同じようにクラブ費を払ってます。で、なおかつ彼らも試合をして練習をして仕事をしてクラブ費払って、なおかつそこから営業のノルマもあります。こういう環境の中でやってる我々の愛する選手をですね、ぜひ皆さんで支えていただきたく、今日は本当にお願いしたいと思いまして今日参加させていただきました。ぜひともですね、皆様あの我々のホームページをご覧になっていただいて、一人でも多くの方にサポータークラブの会員になっていただいて、一つ言わなければいけないんですが、中区の中区役所の牧野中区長がですね、我々のサポータークラブの名誉会長になっていただいております。ぜひとも皆さんサポータークラブにご加入いただいて、我々の愛する選手を支えていただきたく、今日はどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい。どうも、選手に大きな拍手お願いします。どうもご参加ありがとうございました。以上、エキシビジョンマッチでございました。どうもありがとうございました。これがあってからの決勝戦が、おー、はい、一般の方もね、若いコミュニティ横浜ユナイテッドチルドレン、これは参加したかったな。高校生から大学4年の就活生まで、まさにズボンだろうがスカートだろうが、私たちは You're happy! はい、ありがとうございます。はい、毎年の光景ですが、とっても意気込みを感じますね。ありがとうございます。また自転車っていうのが分かりやすくていいですよね、はい、じゃあ、もう一回確認ですが、もうここまで来たらやっちゃってくださいね。どうなんでしょうね。マリンタのお食事面10人分ですからね。足踏みで電気を起こされた。最後の対戦です。数字でいきますよ。片やの横浜開港祭の親善大使チーム、おー、はいはいはい、はい、もう一つのあのチームが、ミッシーの、アイラブ横浜ハマラブの、ドラゴンボード B チームという、ハマラブさんはあの2チームできまして、A チームが選抜だったはずなんですが、 B チームの方が勝ち残ったという。あと粘り込んだ、これがどうなの、タイムラグ、AB っていうのは、なんかスポーツができる、できないの、ね、A チームの方が選抜チームだったらしいんですけど、有能だと、A チームの方が落ちてしまった。予選敗退。なるほど、なるほど。ちなみにこれ女性だけ、そう、親善大使だけで、あとそのハマーの中の人は、いないんですけど、ハマーは多分オスなので、ハマーは恋なんですけど、大健闘、親善大使の親善大使の人も息絶え絶えに言ってくれると、やっぱちゃんと応援しようかなっていう人になりますよね。で、優勝はあのハマラブチーム、ハマラブ、はい、いやー、素晴らしかったですね。よく動かしました。ここはあの夜こっからですね、こっから点灯しますね。
筑前したやつ点灯式あの点灯式の、はい、演説とか、蓄電をしているのかで、私もこうやって、電気を使って見ながらやってます。うんうん、そしてそうなの、ありがとうございます。それがまた。はい、すいません。途切れなんかちゃんとこれでね。怒られてる。このマイクの電気もそうなんですね。そうなんですね。全部の電気を賄おうと。はい、創立横浜創立開港創立開港100周年の時に建てられた建物です。ちょっと早めに着いちゃったんですが、見事こういう見ていただけるようにすごい綺麗な感じで。頑張った甲斐があったなという感じになってます。いや、マリンタワーいいですね。あそこが盛り上がるとすごく、そうですね、うん、あとやっぱり自分たちで漕いで、その電力がこう実際にこう使われて結構明るいんですよ、それが、でやはりやった甲斐があったなっていう、ね、いいですよね、実はこっそりで自分もチームに混ぜてどこのチームとは言いませんけども混ぜさせていただいて漕いだんですけども、やっぱりね、結構太ももに来るんですよ、はい、来るでしょうね普通に自転車漕いでも来ますからね、でもその甲斐があって、やっぱその夜、あれだ、綺麗な感じにこう着くと、感激もひとしおですよね、でしょうね。まあ、以前ねランドマークとの近くでね、タワーの下で同じようなことやってましたよね、あれは何をつけたのかちょっと覚えてないんですけどね、実際マリンタワーがねで点灯するってなるとね、やっぱりこう自分で漕いでついたんだっていう実感ありますよね、そうですね、まあ今後なんかイベントがあった時に、やっぱああいう一生懸命漕いで電気を貯めるっていうようなのを、こう組み合わせてやるのも結構いいかもしれないですよね。いいですよね、かたやね、こう漕ぎながら喋ってみたいな、喋れねえみたいなということで、なんか安心しきってる人にちょっと振ってみましょうか。なんか お食事されてますよ、そう、木村さん木村さん、どう恥ずかしいですね、これご飯食べてますか本当に全然なくて、カメラがいきなり気にされるっていう全然気にされてるところがするっていう、すいません、はい、木村です。こちらにですね、この前キネマヒストリアで、カメラマンをしていた三浦さんが来ています。あ、三浦さん、よろしくお願いしますあらあら、そこにいたんですね。はい、ちょっと切れちゃってるかなその話は今度また後ほど他でやっていただけると思います。そうなの、なんかへ花子さん、その話しますか。せっかくなんですけど、どっか行っちゃいましたね。じゃあ後ほど配信が終わってから話していただくということで。はいはいはい、で何の話をしますか。いや今浜の灯台をずっとやってたんですが、見てませんでした。食うのに夢中だったね。食べてたけど映像も見てました。JFL とかですね、バスケットボールのチームの方とか、JB リーグの B コルスエアーズと、JFL の YSCC、2チームが応援しに来てくれました。そうですね、それを見てなんかちょっと嬉しくなってしまって、その両方ともチームがあるなんて全然知らなかったんですけど、ああいう感じでみんながっちりするかかっこいい男性だとか来てくれたのがいいなって、応援しなきゃな、そうですね、応援したいですよね、ああいうのね、はい、男性チームも最近なんですけどね。な
町田さんが隙を伺ってるんですよ、後ろの方で。なんかさ、なんかこうちらちら伺いながら、もう後ろに視線を感じる感じで立っていただいてますが、町田さんどうですか。はい、何が、柏さんの話に、浜野灯台の VTR ですか。はい、浜野灯台は、多分、何でもそうだと思うんですけど、浜野灯台は、一番キープだったらね、何かを一生懸命やっても、多分、直感的に効かないんで、やっぱりこう灯台は人を引き寄せる場所ですから。ミッキーというのを示してくれたところなんで、そこに引き寄されて、たくさんの方々が集まってくれればすごい楽しいことになるかなと思いますので、ぜひ、浜野灯台の方の、まあ、ウェブページに行くから、浜野灯台のウェブページに出てきますし、それから、テレカ地方のウェブページを見ていただければね、そういうのが出てると思いますので、見ていただければと思います。はい。はい。さっきね、その映画の話が強く聞いてます。映画見たということに気がついたり、生きてるものはいないのか、はい、私たちの存在を知る間に、私たちの生きてるものがいないのか、その間に、なんですか、なんかそれタイトルだけ見てるとなんかパニック映画みたいな感じですけど、コメディです。コメディ、これは作品が、はい、作品は、不条理劇というのができたんですけども、うん、会話のところどころに求められたジャズのおかしさ、それのライト以来なんだこれはっていうような、最初から使うのでそれ会話のライトがおかしくてたまらない、人がどんどん死んでいくけど、シリアスのところではなくて死んでいく今日での会話で笑わせるっていうような映画です。完全に込めですね、何日？6日で。6日で終了。あさって上映終了。うん。シネマジャパンとデスティで、うん、今やってる映画なんです。あさってなんです。なので、お早めにご覧ください。
明後日まで。明後日ですね。シネマジャック&ベティで明後日まで、で終了する、生きているものはいないのか。いない、ですね。ぜひ見に行ってください。いいですね。ね、いう感じですね。生きてる、もう一回見せてください。生き見えないです。もうちょっと下げてください。タイトル、タイトル。もうちょっと下です。もうちょいちょい下かな、はい、そんな感じ。生きてるものはいないのか、うん、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そう、そんな感じ。あとナチュラさんの方はちょっと 手が離せない感じ。ナチュラさんどうですか。忙しそうですね。今テーブル拭いてます。あー、テーブル拭いて、はい、気離せない。そうそうそう、そう、なんか、え、いろんな表現したくなるけど、やっぱりこう、震災の後に、どうせ今、原発の問題ですごく心配したりとか、これからどうなっていくのかな、でもそこから一生懸命頑張ってるんで、いろんなところを聞いてる。映像庫のホームページ出しました。はい、実はですね、横浜ゆうさんの短編があるんですけど、これなんですけど、横浜の、お野菜を、まあ、テーマにしたというか、すごくそれがこう格差になっているような映画を、短編化を達成しよう、それを、今プロデュースをしています。で、その映画はですね、当然私が撮るわけではなくて、今こちらに映ってる映像庫というページがあるんですけれども、このウェブページを主催をしている、長沼里奈という映画監督がいます。私ももう10年ぐらい、実は付き合いがありまして、札幌舞台に、札幌中心に、活動している、映画監督です。で、今ですね、年はまだまだかなり若いんですが、言わない方がいいです。そしてかなり若いんですけど、実は若手監督だってすでに7本の映画を撮っています。というのは、高校生の時から映画館にあるんですよね。で、そのキャリアもあって、まあ、もちろんそのいろんな各数だけじゃなくて、各地の評価とか大きなとしても上映をしてますし、それから、フランスのです、ね、映画祭に接種招待で上映をしているという、そういうキャリアもあるので、それを信頼して尊敬している映画監督なので、今回ね、一緒の仕事をさせていただくで、この監督に、だけど、別にその横浜野菜を何か真似していくのものではなくていいかなというか、長沼里奈の作品で、横浜野菜を、まあ、テーマというか、なんかその、ね、それが格差になっていくような作品を知るというのが。注文が来ちゃったんです。セタンバーところで、バトンタッチされましたが、長沼里奈監督による、今ですね、映画プロジェクトが進行中です。今ちょうど長沼里奈監督、ちょうど13時近くに、この根性ホルモンで制作発表などを行っているんですが、その後、
横浜市内の農家を回ったり、いろいろなところを取材しながら、取材しに行ったんですよね。今日はで、取材しに、今日はですね、行ってないですね。あ、今日じゃないのか。昨日行ってきたやつ。え、今日で、ちょっと取材した映像というかカメラが写真があるので、ちょっと写真をお見せしてます。私はちょっと昨日はですね、暴風が怖いので休みしちゃったんですが、昨日、夏屋さんと須橋さんと中沼さんで、これは西屋ネギ、おそらく私が知っている限りの情報でこう推測しながら言いますと、在来種の西屋ネギのハウスなのか、西屋ネギの映像であったのか、椿さんのとこで扱ってるやつかな、そうですね、これ横浜の西谷に ある在来種っていうか特有のネギで、普通だとこのまっすぐ綺麗にこういくのがこう横にこう出てくるっていう、なんかワイルドな感じのネギなんですよね、そう、また深いネギとはまた違うんですね。ちょっと違うんですね。ちょっととか見た目結構そのネギっぽくないっていうか、なんか綺麗になってる、特に八百屋さんなんか並んでるのはすごい綺麗になってるじゃないですか。九条ネギは違うか、でこれは今根性ホルモンの方で、椿さんのお店の方でネギ出してますので、ぜひ写真先に送ってもらっていいですか、その畑の写真。はい、先に、送りました。これ畑は、これどこの畑ですか。これは、これは保土ヶ谷区にある、保土ヶ谷区の西谷にある、はい、軽部さんのところの。あ、軽部さんのところの畑なんですね。はい。ちょっともうちょっと、さっきの写真を出していただいて、これは、はい、鈴木区にある、中山正勝さんっていう、方がいらっしゃるんですけども、実を言うと、中山さんっていうのは、椿さんが、店のね、そこそこのオーナーさんの、椿さんが椿さんが、山椒、地場の横浜野菜を、地場の横浜野菜を、あ、ちょっと写真僕も一回戻して。もう一回戻す、はい。軽
カルベさんの畑。今のカルベさんの畑ですけど、今のカルベさんの畑です。さっきの写真に戻していただいて、ルックの写真です。どれ一歩先、はい、これ、このまま。はいはい。ここがその中山正勝さんという方で、椿さんが、千葉の野菜、横浜の野菜を使って、はい、本当にいろいろとそれを広めていこうっていう、きっかけを作った。いわゆる椿さんの、写真、送らないでそのまま込めといてください。畑の、映像でいいですか、はい、はい。これは、一緒にじゃなくて、その、畑の映像。はい。ちょっとタイムラグがあるんで混乱してますが、これはネギ、ネギの写真じゃなくて畑の、あ、畑のやつにしました。だからこれはその椿さんがその地産地消っていうね、横浜の地場の野菜を広めていこうっていう企画を作った、その海の椿さんの海側の、方が中山さんで、その方の畑なんですけど、はいはい、まあ、これはこの場所は本当に椿さんと言ってなくても、大事な場所で、私も出会うことがいかないけど、本当にその通知の、まあ、一般の近くにね、立ち上げるんですが、はいはい。ぜひね、その、中村さんにしても、また、機会を作って、もっと詳しく紹介したいなと思いますけど、はい。ここはもうとっても、椿さんとっても難しいと思う。とっても大事な、はい、方です。うん、ですか。まあ、ということで、まあ、さっきちょっと、長野監督の後ろ姿を映ってる写真になりましたけど、はい、今ちょっと変えますね、はい、はい、これ、中山さん、女性の方、長野監督ですけど。これが後ろ姿ですけど、長沼監督です、はい、が、ちょっと雨の中だったんですけど、これはカルビさんの畑を見ていて、で、中山さんの畑も、ね、一緒に見に行ったんですけど、ああ、なるほど。案内していただいて、はい、いろんな、明日も行くんですけど、生産者の方とか、はいはい、あとは、例えば今、具合のごま油の、工場といった、ね、会社も、うん。それは明日。ごま油の工場は明日行くんですね。ごま油は明日、ごま油は昨日行ってください。あ、もう行ったの、はい、もう普通に隣にお家がありますよね。そうなんですね。だから横浜の畑って結構こういうところが多くて、はいはい、住宅街の中に畑がある。はい、そうなんです、はい、そうですね、いろんなところで、だから、はい、まあそれに意識長くはないんですけど、うん、こんな感じのものが舞台にちょっとなるかどうか分かりませんが、ということで楽しみにしていただければと思います。はい、あ、はい、ありがとうございます。ということで、里沼さんと映画の紹介もあります。横浜野菜映画、現在制作中です。で、里沼さんが喋り終わるとやっぱり小塚さんの注文が入るね。はい、ここは見てだなって感じがしますね。どうですか、小泉さん。はいはい、そんなところで、はい、なかなかちょっとどんな映画になるか楽しみですよね。そうですね、どうなるか、どんな脚本になり、どこを舞台にどんなストーリーが展開されて出来上がるか、なんかね、そのまま最初は、もう私たちはそういう役目とかに知られてどうするんじゃないだろうと勝手に想像してるんですが、出演するの？一緒に出てるとか面白いんじゃないですかね。ああ、なるほど。じゃあ、通行人 A ぐらいの
かそう軽い感じにしといていただけるとですよね、はい、いろんな、まあ、の衣装とかこう手を変えていろいろ通りかかる人とかねそれはあんまりそういうの影響するんじゃないかなちょい出たいですねはいはいありがとうございます、はい、はい、大阪の桜祭りもっと話したところでは花見があると思うんですよね、はい、Twitter で皆さんいろいろ喋っていただいたところはなかなか広い飛び出たところもあるんですが、はいはい、橋本さんから、はい、オープンステーションのところで桜が綺麗ですねとか、うん、これをいただきましたね、うん、あれ今日はっていうのはなんかこう選手の場所でメイドの衣装がどうこうで綺麗なところでその言葉を引き継いで私の衣装についての研究がありましたが、メイドの衣装ではありませんでした。あとはですね、袖の居酒屋から大桟橋に来たり、ゆりとおそばしているということで、最後に伺いたいですが、コメントいただきました。ありがとうございます。で来週はですね、はい、はい、来週はそちらの方からそうですね、そうでした、はい、来週は本庄ホルモンから今週になっちゃったんでそこに方も来ていただいてご報告ですね、はい、いいですね、うん、ですので、はい、今日はですね大桟橋スタジオというところから、スカイプで中継しているのでちょっと普通の方視聴されている方はちょっと聞き苦しいところがあったかもしれませんが来週は直接、ど根性ホルモンのこのお店の方に行って直接配信させていただきたいと思います。はい、そうですね、スカイプを開始しての放送なのでちょっと駒送りになったりですとか乱れたりあと私がお酒を飲んでいるせいでちょっと乱れたりとかそこ飲むんですか。はい、ちょっとほろ酔い加減で申し訳ないですね。来週は私がお休みしまして再来週の放送で私はまた出演します。早くは夏田さんが元学園という役でゲストに参加しますね、はい、はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。お待ちください。うるしいならさあこの窓に来いよ風を受けよう。ここは横浜151年風を落とした窓念のためちょっと